口数を伸ばしていく、横と下に伸ばすっていけばいいので、まあ、そのトレーニングは非常に、まあ、ご説明の場合は、さあ今日も取っていきたいと思いますね。いつもうちのソロバン教室って、不織布祭り、不織布祭りじゃない、不織布マスク、この布マスクではなくてですね、通常の授業、ソロバン教室とかうちの教室内では不織布マスクを推奨してるんですけども、今日はちょっと布マスクつけさせて、やらさせてもらいます。撮影日が日曜日なんで、生徒来ないですからね、こんな感じでやっていきたいと思います。はい、この YouTube ソロバンチャンネルではですね、365日毎日ソロバン座のイベントをやっているようなチャンネルを目指しております。来週の水曜日からですね、また新しいイベント、今度はポイント制の、ソロバン座イベントをやっていきたいと思います。でまた興味がある方はですね、ルール説明をしたライブの動画リンクで、この上ぐらいに出ると思いますので、また興味がある方はボタンピッと押して見ておいてください。あとですね、皆様のおかげでですね、この YouTube ソロバンチャンネルではですね、広告を YouTube さんの方からつけてもらってます。まあ若干ではありますけどね、広告収入というのがうちのチャンネル得られております。まあ微々たるもんというか、それも失礼な話であれですけどね、まあ毎日、何百円という数百円というのが、入ります。まあただ、毎日入るんで、こう意外に塵も積もればというか、バカにできない金額にはなるんですけど、でそのお金はですね、そういうような大会運営であるとかイベント運営であるとか、あとはまあイベントに参加して、一生懸命そろばん座やってる人にですね、何かしらのまあプレゼントを渡せればなという、そういうようなまあ費用に、回していきたいと思いますので、その考えに賛同していただける方はぜひチャンネル登録もまたしておいてください。さあ今日のテーマはですね、暗算能力を伸ばす、絵画美術鑑賞というテーマでお話していきたいと思います。撮影日がまあ日曜日ということもあって、まあちょっとこんなようなイメージが浮かんだんでこの話をするんですけども、よく暗算能力を伸ばすためにどうすればいいですかという質問があるんですね。まあ当然、通常の、練習はやるという大前提で、それはまあ大前提で、だからそこには触れないんですけども、練習以外に日常に非常に暗算練習できる場面っていうのはもう至るところにあるんですね。生活から本当に数字を外すことが、できないんでですね、ということは生活の中にもう完全に数字が溶け込んでるわけですよね。生活の中に数字が溶け込んでる限り、数字がある限り暗算はできるわけですよね。コンビニ行こうがスーパー行こうが必ず、値段というのがついております。それを計算する、あとは車を運転してる、あとはナンバープレート、車のナンバープレートを見て、計算をするであるとか、もうとにかく好きさえあれば、電話、昔ゴリ先生が中学生ぐらいだったかな、電話帳、まだ黄色いタウンページっていうようなこういう黄色い分厚い電話帳があったんですね。あれの下4桁をこうずっと暗算、まああれ確か町名とか業種とかで分かれてたと思うんですけど、それをこうザーッと足していくみたいな。で、当然答えは書いてないので電卓で答え合わせしながらなんていうのもやってましたよ。やれるもの、やれるトレーニングというのはもう日々脳に刺激を与えておく、脳のイメージ能力を高める、そうすれば暗算能力って間違いなく格段に上がると思います。まあ練習だけの時にその暗算のイメージ能力を、引き出しから引っ張り出して、稼働させるというのもいいとは思うんですけど、やはりそれでは、365日、毎日、脳のトレーニングやってる選手にはかなわないですよね。でその中でもその日常の、計算暗算能力のトレーニング方法の中で、ゴリ先生が一番自分でやってていいな、まあさっきタウンページでやったりもしましたし、当然スーパーの買い物とかなんかは絶対的に暗算で、レジに行くときにちゃんと合ってるかどうか、それはもう今でもやります。車運転してても信号待ちの時は、前の車、周りの車止まってる間に自分の視界に入ってくるナンバープレートは全て掛け算するとかですね、そういうことは今でもやってるんですけども、その中でですね、一番いいな、一番脳にイメージ能力に刺激を与えるのが、絵画や美術鑑賞だなというところがあったんですね。で非常に今、まあ、ちょっとコロナ禍の状態で、結構美術館とか
絵画の施設っていうのは、まあ、国や県が運営しているところが結構多いので、休館になっているところも、ちょっと多いのかなという気はしますけども、まあ、ぜひちょっとコロナが落ち着いて、動けるような状態になったらぜひぜひ行ってほしいんですけども、安いんです、結構安いんですよ。まあ、安い、まあ、価値観がありますからね、人によって価値観があるんで、なんとも言えないですけども、非常にゴリ先生はこういうような美術館巡りというのは安いかな、すごくコスパはいいかなとは思うんですけども、美術館何も楽しくないよっていう人がいるかもわからないんですけどですね、これ見方なんだと思うんですよね。じゃあどうやって、ただただこうざーっと展示されてる絵とかだけをこう流し見してもですね、なんだこれで終わると思うんですよ多分。じゃなくてですね、必ず、美術館にはそれぞれの作品の説明が結構事細かに書かれてるんです、事細かに書かれてるんですね。その、書いた方の、そういうような生い立ちであったりとか、この作品を書いて次はどの作品を書いたであるとか、でその作品を書いてる時の要は世の中の動き、政治の動きだったり経済の動きだったり生活環境であったりその国の状態であったりとか、細かい説明が書いてあるんです。でほとんどゴリ先生、じゃあ絵を見る時間よりもはっきり言うと絵を見てる時間の数十倍、説明を読みながらいろんな妄想をしてる時間の方が数十倍長いですね、絵を鑑賞してるというよりは。じゃあこの作者が、まあ、いろんな説明があるので全部事細く全部読んで、この絵を描いてる時にどういう環境で、どういう例えば場所で描いてるであるとか、どういうような経済状態だったのかなとか、もしかしたら、非常に貧しい状態で絵を一生懸命描いてたのかな、なおかつその裏の政治とかですね、政治の動き、まあ、ピリピリした状態で、こういうような会見、こういうような絵を描いたから、だからこういうような色使いになったのかなとかですね、いろんなその見方、妄想を膨らませれるんですね。当然そんなことまでは書いてないですよ。何年にこういう状態でとかって、そういう概略しかは書いてないですけど、ただその説明文からもう本当に絵を描いてる姿、環境とかをこう想像してみる、どういう状態でこの人は描いてたんだろう、じゃあなんでこの絵から次、まあ当然同じような、描いた方が作品がまあ続いて並ぶっていうことも多いので、じゃあなんでこの絵から次この絵に変わったんだろうとかですね、同じものは絶対クリエイターの方ってなかなかやっぱり違うものを変えていきますから、なんでこう次の絵こういうタッチに変えたんだろうとか、なんでこんなに色使いとか、なんでこういうものからこういうものに、例えば動物から植物に変えたんだろうとか、描いた方の、心の動きであるとか、そういうものをもうひたすら想像する、ひたすら妄想するというですね、そんなことをゴリ先生はやってるんですけど、結局はまあイメージ能力ですよね、イメージ能力。別に美術館を巡らなくてもいいとは思うんですけど、ただまあ漫画だとですね、例えば分かりやすい言い方で漫画と、例えば小説であれば、妄想の範囲というのは小説の方が自由に妄想できますよね。漫画に関してはちょっとヒントが多いと、いろんな絵があるのでどうしてもそれを見てしまうとそっちの流れにこう誘導されるというか引っ張られるんですよね。であればまだ小説の方が、文字だけですから、その文字から、画像イメージを起こせることになりますので、そういうようなもう要はイメージを駆り立てれるもの、イメージトレーニングですよね。イメージトレーニング、よく F1 の選手が、コースを走る前にもう家でいてもずっとそのコースを目をつぶればそのコースを走ってる、第一コーナーを曲がって S 字があってっていうのをそれをこう自分の車で走らせるような、そういうようなイメージトレーニングと一緒で、何でも違うものでもいいと思うんですね。当然建物とかでもいいですよね、どういう思いで、こういうような建物を作ったと、要はそれを妄想してイメージしていく。やっぱり暗算って、どれだけくっきり数字、そろばんのイメージ、玉のイメージ、を頭の中でしっかり消えないように計算できるか、それをこう横っていうのは当然桁数を伸ばして、あとは下、口数を伸ばしていく、横と下に伸ばす
ていけばいいので、まあ、そのトレーニングは非常に、まあ、ゴリ先生の場合は美術鑑賞すごく絵とか美術館を巡らなくても、まあ、絵とか例えばネットで検索しても今だったらいいと思いますし、ね、わざわざ美術館、また実は美術館のあの雰囲気も全然ゴリ先生好きなんですけどね、めちゃくちゃ静かですしね、すごくゆっくりできる空気が流れてるので、ああいうまたああいうのもまたいいですけどね。皆さんの中で、今回のテーマは皆さんの中で、そういうようなイメージ、妄想ができる、ぜひぜひ持ってくださいというお話でした。はい、こんな感じですね、今まで通り無料の動画毎日頑張ってアップしていきたいと思いますので、ぜひまたリクエストがあればコメントを入れてください。メールでも構いませんからね。それではまたお会いしましょう。バイバイ。